盆ということで、先月亡くなった祖父の祭壇に手を合わせ、母方の実家に訪れた時の話。帰省していたいとこ2人からいろいろと体験談を聞かせてもらった。俺の母もそうだが、どうも母方の血筋は見えるらしく、昔の話から最近の話まで教えてくれた。ここでは下のいとこの話をすることにする。母の怪談話の舞台となったこの家で、幼い頃から過ごしていたいとこ、やはり時々不可解なものを目にすることがあったらしい。例えばまだ彼が6歳の時の記憶だという。まだ俺も小学生だった頃、夏休みを利用して母方の実家に家族で泊まった時の話だ。居間で宴会が行われている中、いとこが2階の兄の部屋へ上がろうと思い、居間から廊下に目を向けたその時、残像を残して移動する白い塊が風呂場へと入っていくのを見たという。彼が高校の頃の話。学習塾の帰り道、時間帯的には23時頃とのことだった。母の体験談で記述してあるかもしれないが、母方の実家の目の前は寺と墓地になっている。どうしても彼が家に帰るにはその墓地の前を通らなければならないわけだが、墓地の手前の踏切を通ったとき、墓地の端に誰かが立っているのが見えた。真っ白な上着にスカートの女性。だがその女性は一見すればこの世のものではないことがわかるくらいに暗闇に眩しく輝いているのだという。何かの見間違いかと思ったいとこが下を向いてもう一度墓地の端を見直すと、すでに輝く女性は消えていたという。